そうですね、自覚症状きついとかないんですけど、肩もみってやってもらったことがあって初心者用の肩もみでいや、もうプロ用の肩もみでしょちょっと待って、見ますね、ちょっとね、はい、柔らかい方だな、あんまり肩こり感じないそうですよね、はい、まあでも長時間でスクワットとかしたら感じるような肩ではある、そうです、うん、ちょっとやってますね、まあ、気持ちいいぐらいにやっていきます、ね、ありがとうございます。ちょうど今ライブやってきたんですよ、ね、仕事っていうのライブハウスで、ライブハウスで、はい、ドラム叩いてたんですよ、あ、ドラム絶対きついと思う、ちょっと肩が、はい、も昔はエレキやっとったんですけどね、あ、そうなんですか、ね、ギターで、ギターなんですけど、自分、引き出しちゃってから指曲がらないですよ、あ、F がいけないです、ほら、F いけないでしょ、いけないでしょもう諦めすら上手かった、いや、高校の時ですけどね、もう意味もなでもう退化しちゃって、ああもうこれ F 自由なのいけんじゃん、もうあもう無理やなと思ってた、まあまあ、まあ、もう遠い過去のあれですけどっていうのがもう自分で感じてるんですけど、ああそうなんですね、さあ力加減とかちょうどよさ、気持ちいい、気持ちいいぐらいですか、はい、もうちょっと強くやってたら、あ、ここからね、はい、あ今から、ね、今からこうねちょっと押さえて、ああなるほど、気持ちいいと思うよ、めっちゃ気持ちいいですね、はい、全然全然これは、おお、なんか面白い、ここでイルミネーション見ながら肩もみされる、最高じゃないですか、そんな贅沢な景色はなかなか機会ないですよ、そうです確かに、このまま、写真撮ってくれ、全然大丈夫です、もうむしろ出してる方なんです確かに、あ、もう、言ってください、ね、どっかに感じます、これですか、あ、いいね、ピークあら、気球の見方ですね、あ、そうですね、うん、分かるんですね、あ、そういうの分かりますよ、やっぱり筋肉の盛り方変わってきますからね、左右で、特にそういうなんかこう活動してらっしゃるって方って、はい、こう不自然になりやすいんで、ああそうなんですか、そうそうそう、釣り合い、まあ、なるべくこう釣り合い解いた方がいいんですけどね、なるべくこう左も使う、まあでも左も使うっちゃ使うか、うまく、そうですね、でも右の方が、うん、あれかなと思う、そうですね、うん、右の方が筋肉の盛り方多いので、やっぱこっちの方が使うんですね、じゃあこれやった後ちょっと肩甲骨やって、あ、首とかどうです、首ですか、首、まあやりたいことないやったらちょっと、はい、あ、お願いします、ちょっとこう首上げます、はい、まずこう使ってから、おお、すみません、結構これでも弱い感じですよ、あ、そうなんです、うん、本当にきつい人やったら結構がっつりこうなったらこんな感じやった、ああなるほど、あでもそれもそんな痛くはない、うん、まあでもここまでいらない、あ、うん、この組やったらそこまでいらない、まだ10代いや21ぐらい21ぐらい若いねやっぱいいな、若いっていいなじゃあ前これいったとして、はい、次いきます、肩甲骨いきます、はい、ちゃんと一通りのコースやっていきますので、ありがとうございます、これね、もう楽にしとってください、はい、肩甲骨の話します、おー、あ、これ抜かなくて大丈夫です、大丈夫です、あーすごい健康、あ、健康ですか、うん、健康ですぎ、健康骨はい、ごめん、あーね、外れそう、取れんかな、あ、取れん、取れんです、取れんですか、もう構造上取れないんですよ取れるのはここだけ、ダッチュダッチュいいね、うんうん、さっきもちょうど学生10代の子来たんですけど、硬かったですもんね、硬いと思います、でも動かしてるから、はい、逆に大丈夫、気がするところが多分悪いと思う、あ、ずーっとこうだから、そう、あ、やりがい、これはこうか動かすじゃないですか、はい、こうね、うん、そうそうそうよかったドラム出てはい、はい、こっちもだけにして、あ、すごい、
ちいいですか、はい、気持ちいいんだったらちょっと疲れがあるでしょこれでね、はい、やっぱりおあここら辺のパターンになったら肩甲骨なんですか、あやっぱちょっとはまあまあまあ取れてないってことで、まあ、その硬い部分がこれがだんだんこう癒着してくるっていうか、はい、下まで、そうなんですか、うん、そうそうそう猫背が続くとね、猫背、これ猫背じゃないってことですか、うん、そうそう猫背かもしれない、猫背の可能性もあるけど、はい、肩を動かしてるから、はい、肩をこう動かすと肩甲骨も動くから取れていくんですよ、ね、うん、でもね、うん、大丈夫大丈夫、良い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 ですか、ね、こうしますね、はい、じゃあちょっともうあの手短くですね、肩にしますね、はい、すげえわ、初期に戻ってこれもね、そうですね、こういうの気持ちいい、やれる、こうやれるだけでね、やっぱ結構良くなりますからね、そうですね、うん、全然違いますよ、やっぱり、まあ、体感温度変わりますから、ね、高くなってきた、あーでもこれがマッサージです、これが強い方ですか、うん、いや全然強くないですよ、あ強くない、もう強くないよ、これ、ちょっと、ここまでやっちゃったら、なるほど、ね、もうちょうど言うなよ、鼻始めて、ありがとうございます、あしあ、ね、美容室でやる、ワンセットこんなもんかな、おありがとうございました、まあ、でもあの、はい、突出してこうきついところっていうのはないから、はい、まだ大丈夫、あと10年大丈夫10年あのデスクワークやめてね、なるべく楽なるよ、あ、まあ、でもドラムやってるからこそ、まあ、健康的と思う、両立したら、うん、でもドラムは逆に言ったら足使わないから見、はい、やすいかもしれない、うん、それ気をつけてください、チェーンズ